はい、こんばんは。今日もね、スクワットの日がやってまいりました。はぁ、もうやりたくないけど、やらんとしゃあないからね、やっていきます。ってことで、前回はね、8回更新できたんで、今回は1もしくは9回狙っていきたいと思います。じゃあ、8回いくぞ。いやいや、恐怖心を覚えるわ、もうなんかスクワット。維持できた。よし、やばい。前の8回は身につきたみたいです。維持できました、8回。よし、140目標9回やね。目標9回、そこは更新しとこう。このトレーニング終わりたい。マジで140いきます。できる、これはできる。これできすぎ。いこう。よし、良かったっす。内容は良かった。まずね、150はね、更新できませんでしたけど、維持できたっていうのはね、だいぶでかいこと。やっぱり更新してもその次落ちちゃったらね、あ、なんか維持できて、これをもっと次も維持するか、もしくは上げていくか、やっていきたいと思います。で、その後の140、これびっくりしたね。8回やから維持か、もしくは9回行こうと思ったら10回できちゃった。なんでやろ。やっぱ調子がいいっていうのが、炭水化物結構取ってるんで、なんかね、あ、もうきついなぁと思った時の、あとラスト1回2回の粘りがね、あの炭水化物取ってない時とは全然違うっす。粘れる。まあその後のトレーニングはまあ一緒ぐらいかな。一緒ぐらい。まあ結果的にね、記録更新ということで頑張りました。今日が11月8日なんで、11月の目標はとりあえず150を9回することです。で、12月に150を10回できるようになって、ね、前の力に戻そう。今年中に減量前の力に戻そうっていう感じで頑張ってきますんでね。とりあえずね、スクワットね、しんどい。なんかね、やるまでが憂鬱でね、なかなか始めれないんですよ。なんかもう休憩してからしよう、寝てからしよう、ちょっと飯食ってからしようみたいな。そんなにちょっとね、ダラ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 してね、もう6時間やろうと思ってから6時間経ってようやく、もう予定ギリギリになってからじゃないと、追い込まれてからじゃないとできないね。ちょっとそこがね、自分の弱いとこなんでね、これから精進していこうと思います。それはみかんの皮をいかにきれいにむけるかっていう風にね、鍛えていくんで、じゃあまた、さよなら。